株式会社ケヤキは、兵庫県加藤市日本教育総裁業を主たる事業と、する企業。加藤市、小野市、加西市、三木市、西脇市、高郡高町など、北番地方を中心に、市役所指定の福祉層や病院からの自家層なども、手掛けるほか、総裁ディレクター1級、2級を持つ女性スタッフが多い、などの特徴を持つ。代表者の森本幸弘は、 ラジオ関西、ラジオのコメンテーターを2011年より務めており、葬儀に関する解説や情報発信を行っている。また森本には、現代における葬儀のあり方や、葬儀者の選び方を解説した理想の葬儀がある。同社が運営するセレモニーホールケア機は、北番地方で最初にできた葬祭会館である。ここで地域の人を対象とした、 就活セミナーや友引きの日に開催する友引き塾など地域コミュニティの一翼を担う活動も行っている。2008年より会員入会金の全額共同募金への寄付を行っており、中央共同募金会より2011年、2012年に感謝状を受ける。ABCDEF きらめくオンリーワンナンバーワン企業2018年版。 ハット ABCDEFGHIJ 加藤氏セレモニーホール欅公式サイト会社概要。2019年5月8日閲覧 a b 国際ジャーナル2011年7月号理想の葬儀ハット ABC 神戸新聞2013年2月14日遺品整理公式サイト2019年5月8日閲覧 AB 千葉テレビビジネスフラッシュ株式会社欅。 2019年5月8日閲覧。AB、契約代表取締役、森本幸弘のブログ。2019年5月8日閲覧。ありがとうございます。